税増税を衆議院で通過させました。消費税の増税よりも先に東日本大震災の被災地の復興、拉致被害者の奪還ではないでしょうか。民主党はマニフェスト違反のみならず、日本解体の恐れがある外国人参政権、日本人を弾圧するための人権救済機関設置法案など、マニフェストには記載していないことまで国民の知らないところで通そうとしています。民主党はマニフェストの総括をしなければいけません。マニフェストを実行できないのであれば、今すぐ解散総選挙で国民の信を問わなければなりません。私たちは早期の解散総選挙を求めます。
政権から引きずり下ろすぞ。